はい、こんにちは、みゆです。みゆです。はい、本日は一つ前の動画でシミュレーションでラウンドして森先生にスイングを見てもらったので、これからレッスンをお願いしたいと思います。はい、先生お願いします。よろしくお願いします。まず最初に気になったところとしてさ、力み、はい、がちょっと強く見られた。そうですね、ちょっとそれを改善していきたいなっていう、はい、のでちょっと今日は練習器具を用いて、はい、その感覚を、理屈っていうよりかはちょっと感覚を味わっていただきたいなと、分かってもらいたいなと思って、はい、今日持ってきた練習器具がこちら、トルネードスティックです。なんかドラえもんみたいな感じで、ね、トルネードスティック。そう、これ、まあ、見てるの分かるとおり、あ、ミニャンミニャンなんですよ。そう、すごい柔らかいんですけど、はい、ちょっと待ってみてもらって、あ、ミニャンミニャンなんで、そうそうそう、こんななんですね。そうです。で、これも使い方をちょっと最初に説明させてもらいます。はい、で、ちょっとこっち来てみます。はい、で、いつも通りまず握って構えてもらって大丈夫です。はい、で、このままちょっと反応をつけて回して、体がこれ巻きつくように、へえ、ちょっと簡単にやってるんですけど、そう、巻きついて巻きつきます。これが手で上げたりとか、上げたりすると首の方にこれが来ちゃったりとか、あとはこのままやって、ここで一回止めちゃうと、これがブニャブニャってなって振りづらくなっちゃう。では一定のリズムとかスイングリズムとか力感をこれで整えていきましょうっていうものです。なるほど。で、これ柔らかいものを振ろうとするとグリッププレッシャー、握る強さも結構悪いし、ギュッと握らないでソフトに握れるようにもなるんで、そのに握る強さ、はい、まあこのぐらいでいいんだっていうのをちょっと体感してもらいたいです。へえ。で、先生もこれ使うときあるんですか？使ってます、使ってます。結構汚れてないですか？ほら、へえ、その時に先生も力む時があるんですね。力む、そうです。あとスイングリズムをちょっと整えたいとか、へえ、そういう時に使ってます。そうなんです。ちょっとそれでやってみます。10回練習してみましょう。わっ、そう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 、うわっ、そう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 、そうそう、巻きつけて、そう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 、背中の方に巻きつける。首じゃなくて背中の方に巻きつけますって。さあ、そう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 と一連の流れで振れるようにこうなるじゃないですか。はい、ちょっとミエさんの場合、上げてトップでこうちょっと止まりすぎちゃったりとかする癖がちょっと見受けられるんで、そう、それもちょっと改善させたいところではある。いろいろ改善させたいところあるんですけど、それがこの練習器具1個で、ある程度いろんなところをこう修正されてくるっていう。そう、リズム覚えてるからね。リズムと握る強さ。握る強さは、そう、ゆるゆるですよね。はい、さっきガチガチだったんですよ。そうです、ね、ちょっと正面から見てると、なんかちょっとこう指の爪の周りの色変わるぐらいギュッと握ったんで。そうかもしれない。そうですね、やっぱちょっとギュッて握ると振りづらくなるんですか？そう、あの手首が固まっちゃうんで、なんかそうですね、スイングっていうのがただ叩きつけてるって感じになっちゃう。こんなに、そう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 、それですか？そうそう、あ、じゃあいつももしかしてちょっと強く握ってたって感じ？全然、あ、じゃあ手が全く違います。あ、なるほどね、うん、そう、だから結構なんですよ、握りすぎだよって強いよとかって言われることって、まあアマチュアゴルファーっていっぱいあると思うんですけど、はい、じゃあどれくらい緩めればいいのとか、はい、どこをどのぐらいね緩めたら力入れたらいいのかっていうのは、やっぱりその人の感覚がやっぱり大きいので、こちらの感覚を伝えてもなかなかそうヒットしない、はい、それはもう一気に自分の感覚の中でこう覚えられるものにはなってます。そうそうそう、もうあのあるだけです、棒が。そう、でもそれだけ緩く握ってても吹っ飛んでいかないですよね。そうですね。そうえ、もうそうです。そうなんだ。で、そのスイングのスピード感とかリズムも覚えてるから、はい、そう、そう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 、全然違いますね。その感覚でちょっとボールを打ってもらいたい。はい、その棒全然この辺に打ててもらっていいんで。で、何番です？7です。今頭の辺にいるから、そうそうそう、また忘れないうちにちょっと打ってみて。はい、はい、ありがとうございます。
そう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 。でも全然今はい。いいっす。全然飛んでちゃってもいいんで、さっきの感覚で飛んで。そう、ナイス。ナイスショー。いいじゃない。そう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 。確かに力まないで力まないでって結構言ってもらってたイメージあるんですけど。はいはい。そんなにか。いや、ナイス。そうそうそう。最初さ。みーちゃんってメンズのクラブ使ってたじゃん、はい、もしかして重くてやっぱ重いと力入れないと持ち上がらないじゃん、うん、それでそれが基準になっちゃったのかな、もしかしたらそれも原因の一つではあると思います。はい、そうです、そうです。もうそうです、本当に爪の周りの色変わってましたね。変わったっすよね。全員指がそうでした。そうですよね。全員指でそうでした。でそう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 、オッケーオッケー。そうするとこう重さ使って遠心力で飛ばしていくっていうのができるようになるの。長いクラブとかはよく特に遠心力が強くなるから距離が出やすくなる。そう、力じゃないんですよ。すごい。それが距離の女の人の出し方。だから男性のアマチュアゴルファーと女子プロって距離同じぐらい知ってます。だいたい同じぐらいなんですよ。70プロのが最近ちょっと飛び始めてはいるんですけど、でも男女って絶対的筋力量違うのになんで女子とか同じぐらい飛ばせるのか。でそれはその遠心力うまく使えてるか使えてないかの違いなんですよ。やっぱ男性の方がもう力みやすいレッシュ強い方が多いんで腕で一生懸命振ろうとしちゃう。だからそのこれまでのみゆちゃんとちょっと似たような感じ。そうそうそう、男子を目指してたってことですね。さすが面中のクラブ使うだけ。さっきの感覚でそう振ってってあげるとクラブも自然としなる、はい、しなるようになってくるんで長いクラブの距離がもうちょっと出るようになってくる。そう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 、OK。はい、だから決して別にその緩めるわけではないよっていうところですね。力は入れないけど、だってこうなんか脱力しすぎるわけではない。それをちょっとその適正の力感っていうをそれで体感してください。はい、そう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 。じゃあこの前回解説がなかったっていうところ。はいはいはい。で、こっち持ってくるわ、みーちゃん。はい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 。そのスピードで強弱をつけるっていうイメージなんですけど、こう力でっていうよりかは、こう、シュッて。わかるわかるわかる。カロリーとかいう、シュッて。だって手でこう早く振るわけじゃないよっていう。で、まあ、棒で先端に重りがついてるんで、腕の力抜いたのが勝手にその重りが先に行ってくれるから加速するよっていう。なんか言ってることわかりますか？大丈夫です。感覚で覚えるというと、これで早く振れればいいってことでしょ。これで早く振るっていうかは、巻きつくところ、もう一回振ってもらっていいですか？振って止まっててください。今首から首に行ってたの分かります？こっから回って回っていった時にそれ手だけでこうやって上げるとこっちの首の方に来るんですよ、うんうんうん、体全体で上げていくとこっちの肩甲骨の背中の方にこうやって 回るようになるんで、ね、この巻きつくところを覚えてもらいたいんですよね、うん、首の方に来ちゃいけないよって、うんうん、早く振ろうとすると多分首の方に行くんですよね。ちょっと一回やってもらおうかな。早くって早く、そうとにかく早く早くです。いやいや、何回か打ってください。だん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 。そう、首の方に。でも、そうやって腕だけで早く振ろうとすると、このボールが綺麗に円描かないの分かります？綺麗に円描かない。ってことはそれは腕に力入れすぎとか、そしたらちゃんと振れるぐらいのスピードで振ってくれっていうことでいいのか。あ、そうですそうです。マンダリする器具ではない。あ、実際そうクラブです。あ、クラブでも同じようなスピードで。あ、じゃあこれが限界なんだ。そう、振ってもらいたい。そう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 、それ以上早く振ると支障が出るってことだ。そうですそうですそうです。多分手だけで振ってっちゃうよ。そう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 、ありがとうございます。はい、
そう、ナイスと自然とフェーズが返るようになるんで今みたいに捕まるようにもなってくる。そうそう多分しなやかさがさっきと違うはずなんですよね。見比べてもらうのがあるんですけど、そうそうそう、今何時からですか。ここの色が全然違う。違います。あれを買った方がいいってこと？いくらかわかんないけど、これか、これ買えば力みが取れるんで、で100キロが近くなるんだったら、もうこれがもうあれ、まあもらって帰ればいいんじゃない？感覚で覚えるのがいいですよ。練習しないなら。そうですね。理屈さだけ入れる人、まあ理屈を入れるんであれば、それをちゃんと自分のものに、うん、体に結局だしなくちゃいけないんで、はい、練習しないんだったらこういうので、うん、感覚で覚えちゃわないと再現性が頭でかちになっちゃうんで。今って週何回練習できてるの？週ってできてる、ぶっちゃけ最後に練習したの2週間前ぐらいです。あ、まあ、月にで、それって1日その練習するの何球打ってるの？100たまに50は打ってる。50は打ってます。50から100の間を2週間に1回、うん、それはやっぱ難しいよね。難しい。だそういうのを買ってカバーした方がすぐ、あ、こんな感じだったっていうのが分かるじゃないかなって思い出すって感じだよね、多分。そう素振りとかできれば打たなくてもいいんで、練習場に行かなくてもいいんで、ちょっと体動かして、あ、それは振るっていうのでもいいかもしれないね、部屋でね。確かに。あ、そうですか。庭の庭でもさすがにボール打つとか無理じゃん、家でさ。アプローチとかもやっぱさ、部屋がさ、よっぽど広くないとできないから。そう練習場に行くのがちょっと結構そうですよね、厳しかったりすることばっかり。ちなみにこれショートタイプもあるんですよ。ショートタイプもあって、へぇ、短い和室内用とかっていうのもあるんですけど、私はどっちかって言ったらこのロングタイプの方が、今の巻きつくとかいうのが分かりやすいのはそっちですよね、きっと。そうです、そうです。いや、もうなんか十分いいショットに戻ってるなって。そうそうそう。要は何回か打つとさ、どんどん打ててくるじゃん、うん、それを買ったらさ、やっぱすぐ温まったのと同じみたいな、練習何発か打ったのと同じ時短みたいなのがあるから、めっちゃいいなって。その、はい、あのプロからしたら週1回行けよとか週3回はやってくれとかってなっちゃうかもしんないけど、でも実際やっぱりさ、忙しい時忙しいじゃん、うん、ってなると、これはありだと思う。もちろん練習行けたら行った方がいいとは思うんだけど、なんかもう毎度毎度結構力んでるってコースの時のも感じされて、いやー力んでるつもりないんだけどなーとかこう思ってた自分もいたんですけど、これはもうだいぶ力んでました。これで振ったらもうそれはもう力んでたんだなって分かりました。これは買いますよね。はい、これ絶対買います。私ももう練習できない時これやります。今度の撮影の時にチェックしてもいいですか？大丈夫です。見ててください。力んでたら、まあ緊張してたっていうことです。その時力んでたら緊張してた。いやいや、それ持ってればいいや。買ってなかったらその問題だから。あ、もう今日この後すぐアマゾンでポチします。はい、します。ありがとうございます。で、力みが抜けたスイングっていうのが、まあ、体感できたっていうのは結構大きな一歩かなとは思うので、はい、まあ、それをちょっと忘れないように、はい、継続してくださいって感じですね。はい、ぜひこの動画いいなと思いましたら、まあ、いいねとか、まあ、応援してほしいんでコメントが欲しいです。一番は欲しいコメント、はい、ね、お願いします。はい、してます。お願いします。